決めてくれ。とどめだ。勝った。
まあまあだよお前。
魂は死せず、またさまようこともなく受け継がれるのみ。幸いなるかな、命の結束。世はすべて林間の断りの中に。どうしてここにお墓作るも？おっちゃん、村に返してあげないのかも。命を落とした場所に埋めてやるのが傭兵の魂の弔い方なんじゃ。ごめんなさい、バンダムさん。私が、あんな奴らの話を聞いたばっかりに。ごめんなさい。ごめんなさい。君が悪いんじゃない。いずれあいつらは俺たちの前に現れたと思う。俺たちみんなバンダムさんに命を救われたんだ。今はありがとうって送ってあげよう。バンダムさん、俺戦うよ。俺の戦をホムラと一緒に。ホムラ、一生起きないんじゃないかって心配してたんだ。ところでホムラ、昨日のことなんだけど、光って言ったっけ？なんで急にあんな風になったの？それは私も知りたい。あの力普通じゃなかったよ。あれが天の聖杯の本当の力？あんたの身に一体何が起きたのかちゃんと説明してよ。トラも知りたいもん。ホムラちゃんすんごく強かったもん。なんでも、なんでも。これ、予算かお前たち。あれは、つまり。どうして？
どうして私を起こしたの？え、起きたくなかったのに、出てきたくなかったのに、この力を使いたくなかったからあの子に代わってもらっていたのに、なんで起こしたの？起こすって、君がもっとしっかりしてれば起きずに済んだの。この力を使わずに済んだの。バンダムって人に言われてたんでしょ、力を効率よく使えって、今は逃げろって。無理して無茶して、でこれってもう最悪じゃない。なんであの時。分かってるよ、そんなこと分かってたよ。あのままじゃダメだって。レックス、それでも俺、あいつらに君を渡したくなかった。君を守りたかったんだ。やだ。とにかく疑問があったらあの子に聞いて。以上、あとよろしく。あ、ずるい、ごめんなさい。皆さん、お騒がせしました。